ディシジョン3試合ありますが、その他全部勝ってきているという。ただあの関東はね、はい、まあ、この6月3日の中日戦も9回まで行っていますが、ですよね、やっぱり膝ですからね、はい。そしてショートから松井和夫一塁へ送球して軽快なプレーはワンダウン。高い打球です。そしてヒジーサーが今手を挙げました。セカンドいいところにいました。藤田一塁送球アウト。いいところいましたよね。いやポジショニングの勝ちです ね、そして三振です。まあ、1球目2球目の空振りを見てもなんとそういう日かなという、うん、だから 2-2 になっても全く慌てず、まあ、3割2分4厘です。やっと取った。さあどうやら投げに今これライナーだったんですか。ライナーですね。あっとライナーか。松井和夫が取りました。銀次、そして今度は松井和夫、当たりは悪くなかったんですがしっかり松井和夫が取りました。若干詰まりですよね、うん、その分取れたというね、はい、そういう経験をしてキャリアを積んでいくわけですから ね、 そうですね、松井和夫が回り込んでいますがショートフライです。風はほとんど。ここもショートの松井が追っていきますがこれも取りました。ストライクだという、まあ、待ってもしょうがないという感じで戻っていきます、ね、いいとこ来ますね、やっぱりね、その甘い球というのは少ないですね、うん、バット折れました。セカンドゴロです。これから力を出してくるかもしれないけれども、ファーストゴロです。銀次がベースを踏んで2アウト。ハイドとここはしばし取りましたというコントロールもできている、はい、で不運な当たりでのファーストゴロです。銀次、はい、はい、ボールからビシッと投げていますが2回は松井和夫を取ってツーランです。セカンドゴロ正面です。藤田一塁はアウト。この回も三者凡退でしっかり抑えた田中、まあ、飛びついた。松井和夫を取りました。打ってるんですけどね、守備にも助けられてますよね田中はね。やっぱり田中のペースになってるんですね、うん、こういうでしょうね、流れがそういう流れになってますね。これなんかヒットになってもおかしくないんですけどね、高い打球です。レフトが前進します。小西が取りました、チャンスを作るんであれば、はい、センターです。打球が意外と伸びていきますがこちら向き、ヒジーサーが取ります、まあ、2回はその新井のセントから始まって満塁だったんですがこれもおー取った。藤田が取りました。ね、本当に守備助けられてますよ今日は。いやこの笑顔です田中将大、ありがとうって顔してますが、いやヒットでおかしくないんですよ今何時から言ったらなんでってことですよね。なかなかヒットにならないですよ ね、 ね、これも高く打ち上げて落下点、島内取りました。ツーダウン、ファーストゴロになりました。銀次です。結局ファウルでまた先になるようです。セカンドゴロになりました。これも楽しみな素材なのかなと思いますね。チェックスイングは三振です。結局バットを振り切れずに終わってしまった日高です。代打で田中池と言われてもね、はい、そう来ました。そして高いバウンド、松井取る一塁送球、一塁は5番アウト。嫌なバウンドであったんですが松井和夫が落ち着いてこのボールを取りました。ピッチャーですね、ベースを踏んだ後にセカンドへ投げる、あーっとっとっとランナーに当たってしまいました。ショートです。バット折れました。勢いのない打球、打球は鉄平が落下点に入りました。さあそしてボールが落ちていきます。3アウトです。田中の完封しちゃった後は9連勝、見事に3対0でイーグルスが勝っています。昨日に続いての連勝です、まあ、昨日は2対1という厳しい